スカパー。スカパー。A 賞スカイパーフィードブ、ベーシックサービスは、スカパー JSAT 株式会社が運営する、衛星機関放送、統計110度 CS デジタル放送及び、BS デジタル放送のプラットフォーム、有料放送管理ビスである。かつてはス、スカイパーフェク TV。にスカイパーフェク TV。110?E2 倍スカパー。スカパー。 E2 にと名乗っていた。2012年10月1日、名称をスカパーに変更。なお、チャンネル数は2019年4月時点で81、ハイビジョン56、標準画質13、4K 放送9、データ放送3であり、より多チャンネル251で、全チャンネルがハイビジョン画質のテレビ、 151-4K 放送3を含むとデジタルラジオ100を放送しているスカバー。プレミアムサービス統計124.128度 CS デジタル放送とは衛星や受信機器が異なる工術。スカバーは衛星機関放送事業者が放送している各種テレビ放送専門チャンネルを配信するサービスであり、 スカパー j サットが並行して展開しているスカパープレミアムサービス以下プレミアムサービスとは別のサービスである以前の名称であった E2 は Easy Entry ーー手軽に加入できると Easy Entertainment ーーンン手軽に楽しめるという二つの意味を持っていたまた2は当初のサービス名である Sky Perfect TV2 スカパー2からの名残でもある 2011年10月1日からは一部のチャンネルが CS 放送から BS デジタル放送に移り最大のアピールポイントとなっている。また2018年12月1日からは新 4K8K 衛星放送が開始されスカパーの有料 4K チャンネルが9チャンネル開局した。2019年10月25日からはこれまで別サービスだったワウワウのスカー。 お返しての契約、販売が開始される。これにより、プレミアムサービスと同様にスカパー。で、ワウワウの契約をまとめることが可能となるが、専用のチャンネルを設けて放送される。プレミアムサービスとは異なり、従来通りのワウワウの BS デジタル放送のチャンネル、BS191 から193をそのまま、使うことになる。契約者は全員。 契約したチャンネルの月額料金に加え、別途基本料が必要。契約者全員、BS スカッパー、BSCH241 が視聴可能となる。また、新 4K8K 衛星放送の有料4、K チャンネルを1チャンネル以上契約している場合は、スカチャン 14K、CH882、スカチャン 24K、 CH883 も視聴可能となる有料 4K チャンネルの視聴方法は2つある。BS110 度 CS アンテナで視聴する場合は、4K テレビ、新 4K8K 衛星放送の左線電波を受信できる、右線左線対応 BS110 度 C アンテナの設置、新 4K8K 衛星放送対応チューナー、高回線で視聴する場合は、 4K テレビフレッツテレビ、または光コラボ事業者が提供するテレビサービス、または対応集合住宅の契約、高音新 4K8K 衛星放送アダプターの設置、新 4K8K 衛星放送対応チューナーが必要。ただし、スカちゃんに 4K で放送される、会1グランプリの 4K 放送を視聴するには、会1グランプリ、4K、 の月額契約が別途必要となる複数のチャンネルを視聴したい場合に、パックセットが用意されている。同じ契約内容で、複数台の視聴を希望される利用者に対しては、スカパー、スカパー、プレミアムサービス、プレミアムサービス校を含むの種別を問わず、加入料基本料を免除した上で、一部の対象外チャンネルを除き、視聴料を半額にするサービスが適用される。 また、不定期のキャンペーンで、アンテナ工事料金や加入料が割引、免除される場合がある。加入料は2017年10月1日からは無料。2018年12月現在、例外はあるものの現在は、BS 放送は16スロット、4K 放送は40スロット、CS 放送は12スロット、4K 放送は60スロットで放送している。4K 含めた、 BS 放送のリモコンキー ID は、同じ東北新社系列のスターチャンネル1、ハイビジョンと、ザ・シネマ 4K、4K にしか指定されていない。以下のチャンネルでは、プレミアムサービス、Q スカパー。HD、または、ケーブルテレビ局、日本デジタル配信などでのハイビジョン放送開始に、合わせ、スカパー。では、ハイビジョン放送を行わないもののがメ比16。 旧の価格情報を付与し、標準画質ながら、フルサイズでの放送を行っている。なお、CS1 ネットワークでの標準画質は2018年9月25日をもって、終了となった。2011年10月1日以降に放送を開始した、BS 放送のうち、スカパー j サットが、スターチャンネル1を除く、全チャンネルのプラットフォーム業務を受託している。放送中、 あるいは過去に放送していたチャンネルはスカパー。チャンネル一覧を参照。右端太字は2008年9月までの自宅放送事業者、機関放送局提供事業者に相当。現在の機関放送局提供事業者は、スカパー j s サ t 2 0 0 9年までアップリンク地球局を東京都世田谷区の東北新社、東力放送センターとしていたグループ、 右端太字は2008年9月までの受託放送事業者。現在の機関放送局提供事業者は、スカパー・ジーサット2009年まで、アップリンク経路が東京都品川区の小山台創出センターを経て、茨城県日立大宮市の宇宙通信、スーパーバード、茨城ネットワーク管制センターの地球局から、送信としていたグループ。2009年に、旧 スカイパーフェク TV2Q プラットワンのアップリンク経路を統合し、以後は前年新築した東京と江東区のスカパー、東京メディアセンターを主局に、踊り木放送センターは、設備を超の上副局とし、統計110度 CS デジタル放送全チャンネルのアップリンク二重化を実現している。ただし両局とも、東京、直線距離は1 6 7トルにあるため、 東京渋谷と埼玉県区岸に分かれている BS、工術、道 45km と比べ交互対策や、防災面等に難がある。以下は、ワウワウデジタルプラスの撤退や、BS デジタル放送への移行で生じた空き帯域を、再割り当てされた事業者、もしくは番組供給事業者参加の事業者に移管した事業者である。機関放送局提供事業者は、 放送衛星システム BSAT。他 BS 各局と同様、アップリンク主局は東京都渋谷区の NHK 放送センター、副局は埼玉県区喜市の NHK 勝負、区喜ラジオ放送所の各施設内に、機関放送局提供事業者のスカッパー JSAT 及び放送衛星システム BSAT の衛星機関放送局には以下のコールサイン。 識別信号が指定されている CS 帯域がスカパー JSAT、BS 帯域が BSAT 以下のケーブルテレビ局では他チャンネルサービスの一環としてスカパーのパススルー配信を実施している。対応する受信機、地上 BS、摂氏110度 S デジタルチューナー内蔵テレビ BD、レコダーなどを揃えればチャンネルの設定のみで視聴ができる。 2008年10月、総務省の技術基準改正により、地上アナログテレビジョン放送の最高周波数、770MHz を超える周波数帯を用いるケーブルテレビ放送が可能となり、これの先行承認として、淡路島テレビジョンが初めて同年4月にサービスを開始した。その後も、最高で従来のケーブルテレビより3倍近く高い。 周波数となる CSEF の伝送に対応するための土壌設備改めが不要な FTTH、RF 方式、光放送を採用しているケーブルテレビ局、主に公設公営、公設民営局へ広がっている。大都市圏では、当時8都府県にてサービスを行っていたオプティキャスト、現在はスカパー JSAT に合併が2009年4月より開始している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。